はい、どうも、一番の関です。ダブルオーライザーをね、ゲットしたというか、設計図が9枚から全然増えないんで、まあ、我慢できずに EX プラス使っちゃって、EX プラス1枚使ってですね、まあ、作っちゃいました。で、まあ、こうやって、現在、練習している真っ最中でございます。さて、今回はダブルオーライザーを使ってやっていくというのと、まあ、主に、練習、そしてダブルライザーを使っての、まあ、1戦目ということで、まあ、そんなにうまいプレーが全然できないと思うんで、ちょっと、このところ最近ですね、まあ、質問というか、まあ、少し話題になったですね、まあ、日頃の私の生活パターンどんな感じかっていうのを、いきます。大体ですね、まあ、朝7時前ぐらいに起床して、まあ、子供にご飯食べさせて、子供を保育園に送る。そしてですね、まあ、帰ってから、東京、まあ、2000ほど子宮消化をして、2000ほどやります。そうすると大体9時半ぐらいになるのかな。で、まあ、その時、一応、エンコードを済ましてですね、まあ、動画をアップロードしておくわけでございますよ。で、まあ、そこから、まあ、一応会社の社長さんでもあるので、まあ、仕事やってですね、まあ、12時ぐらい、昼、ご飯を食べつつ、ご飯食べ終わってくらいにまたバトオペを1戦ないし2戦、消化しておきます。この時大体パーツがなんだっけ、よく取れるやつなんて言えばいいですか、まあ、あれなんで、それで頑張って2戦ほどやります。でまた午後、仕事をしたりですね、ラジオのパーソナリティ、ラジオ番組をいくつかやっているので、まあ、ラジオ局の方に移動してラジオ番組をやるというような日もあれば、午後は大体取材とか撮影とかそういったので、まあ、外へ出てることが多いですね。まあ、その合間に、ライブなどを午後ちょっとやることもありますけれども、大体はまあ午後はそんな感じで、夕方5時から6時ぐらいの間にまた子供を、保育園に迎えに行って、それから帰ってから、まあ、子供と一緒に夕食プラスその間にですね、またできれば1本ぐらい、アップロードしてと。で、まあ、その後、ライブとかできそうな予感がするのはその後ですね、ご飯食べ終わってから、まあ、8時くらいのまでの間に、ライブというか、まあ、みんなと一緒に、マルチプレイか、まあ、7時から8時くらいの間にできればいいなと思って、まあ、現在ちょっといろいろと頑張っております。ちょっと納期の近い仕事もあったりするんで、ただ、ですね、水曜日と金曜日と土曜と日曜か、週のうち4日間は夜がなかなか動けない。水曜日はもうずっとラジオ番組で、10時ぐらいまでラジオ局にいるんですね。で、金曜日は講師の仕事をやっていたりするので、まあ、それで、まあ、パソコンスクールの方行ったりしてですね、やってると。これも大体終わってからみんなとご飯食べたりして、帰ってくるのは11時、12時というパターンみたいです。で、土曜日、日曜日は子供が保育園お休みの、休みというか、保育園の休日なので、まあ、その夜の時間がなかなかまた動けないというので、月か、木ぐらいか、結構少ないな。まあ、土日も動けたら動くって感じかな。まあ、それでは、夕食終わってから大体、まあ、8時ぐらいから子供のお風呂の時間というものがありますので、まあ、子供をお風呂に入れて、それから、大体ですね、まあ、子供を寝かしつけるという感じ。なので、この辺りからは、声が出せなくなるんですね。なので、この辺り、たまにゲームやってることもあるんですけど、基本無言でございます、ね、またはものすごい小さい声でやりながらっていう感じですね。で、まあ、子供が寝ついてから大体また、ゲーム収録して、小さい声で IC デコーダーに入れた声を入れながら、収録したりしてって、
あとはまあマインクラフトを収録しておいたり、大体これ編集をやってますね。で、まあ12時から1時ぐらいの間にまあ寝るというようなそんな感じの生活パターンでございますと、なので、まあみんなとライブで行くって言ったら大体やっぱり、月か木の19時から20時ぐらいの間がまあちょっと動けるといえば動けるっていう感じ、そして運が良ければ土日動ける、そして無言で良ければ夜中に動けるっていう感じになります。なかなか難しい。そして、このダブルオーライザーですけど結構難しい、敵に回すと非常に強い機体だなと思っていたんだけど、自分でいざ使ってみると、なるほど、こうやってなんだろう、まあ、まだ慣れないせいもあるけれど、打った後固まるつもりだな、打った後ちょっと止まるな時間がなんか長いような気もするな。まあ、慣れればもう少しうまく使えるんじゃないかと思いますけども、まあ、とにかく初めてのダブルオーライザープレイで、もうちょい慣れるように頑張っていきましょう。一気もまだ倒せない、一気倒したのかな。これがこういうタイミングで打つものじゃないな、もうちょっと。これかっこいいなと思うんだけど、押し切れます。すごい、敵を次々撃破している味方がいます。よし、味方が撃破、アシストできたんだろうか。まあ、というわけで、今回はこんなところで一旦終わります。もうちょっと練習してダブルオーライザー、乗りこなせるようになっていこうかなと。ただこれもねレベル5に強化していくにはまだまだ先は長いね。なんかレベル5に強化 しやすい、汎用機のガンダムってないのかな。ガンダムそのまま乗る初代ガンダム、まあいいや。というわけで今回はこの辺でよろしくお願いします。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。